始まった？めっちゃなんか投げかけてたけどマイク使ってないと音出ないんだ。始まりましたか？コメントくださーい。あ、来た。今後ろでマイクマイクって言われてるのがマユマユに見えて、私にはだから俺自己紹介しなきゃいけないのかなと思った。マイク使ってないじゃんっていうね。笑い。音来てますか？よし。今みんな各自確認しながらやっておりますけども、ずっと私こっちにいっぱいいるのに。そう、マイク使わないと。こんばんは。やっほー。静かだね。こんばんは。これって何人にならないと始めませんよってやつ？いや、そんなことない。でもなんか割とすぐ始めちゃうと見れない人がいてもあれかなと思ってね。ちょっと、あ、残すのか。残す。こんばんは。ちゃんとしなきゃ。私たちがね、急遽インスタライブしようぜっていうのはね、まあこんないい環境でリハやってるので、せっかくなら撮りたいねっていうのもあったんですけども、まあ、私たちはね、今日何日だっけ？9日？ 9。ってことは、あと8日？うん。8日後に、日本武道館でね、私たちライブをするんですよ。きっと今見てくれてる人は結構知ってくれてる人もいるかもしれませんけども、初めて見てみたよっていう方とか、行く予定じゃなかったっていう人もね、まあ、今日のインスタライブ見て興味持ってもらえたらね、ぜひ来てくれるかなと思いまして、インスタライブやりたいなっていう次第でございます。はいはい、伝わったかな。武道館行くよってコメント来てますね。嬉しい。あの、私だけ集中攻撃するのやめてもらっていいですか？あの、いっぱい振ってほしいです。今日さっきまでめちゃめちゃあのリハーサル、とても厳格な雰囲気のリハーサルをしております。もうね、みんなクタクタになってるところなんですが、あとでね、ネモフィラの曲をね、じゃあ倍のスローテンポでやってもいいですか？いいですね。スローテンポ。どんくらいになるだろうね。すごいことになりそうですが、うん、はい、お届けしますので。でも、人が集まるまでは始まらないので、皆さん、人を集めてください。何人になったらとか決めたい。何人になったら？でも今、1192人いてる。え、嘘？すごいね。すごい。そんな。じゃあ1000何人、1500とか。これバンドの音量に合わせてるから、みんなそのままあの演奏始まったら大きくなるから、ちょっと待っててください。あ、そうです。うんうんってスタッフの人がうなずいてるので、うん、ちょっと待っててくださいね。あ、そっか。じゃあちょっと大声で喋った方がそうそうそういいってことですよね。そうです。怒ってる。大声。そうです。でも前回は1000人行ったら始めようって言ってた気がするので。ああ、そうか、超えてますね。じゃあやりますか。
じゃあやりますか。やりますか。今、うんうん、何人？今1200人。1200人に向けて。1200人すごい多いですよ。じゃあ心を込めてかましますか。頑張ろう。頑張るぞ。パキッとパキッと行くぞ。行くぞ行くぞ行くぞ。よっ。真ん中に集まろうとしてるんだけど、センターじゃないからね。こう若干ここに絶妙なポジションで集まりましたけども、いやーカロリーの高い曲でございますよ。 OSKR でね、オシクラという曲でございます。へい、はい、こういうハードなサウンド、そしてね
ライブで一緒に盛り上がれるような曲がね、体感したい方はぜひぜひネモフィラのライブおすすめでございますよ。よ、遊びに来てくださいませ。来てください。そう、なんかせっかくだからさ、画角がさ一緒だとさ、なんか一人しか見れないなと思って。確かに、もうさ真ん中でみんなやるっけば、ここで地蔵にするっていうのもありかもしれない。どうやったら、ドラムの前にさ、うん、みんなで行こっか。いい感じ、いい感じ、うんうん、やります。じゃあこれどかそう、どかしてるからちょっと喋ってて。どう集まりましょうね。星座、星座、星座、星座。私は星座でしようかな。じゃあ、お、引いた、めっちゃ。今日2回分やりましたからね、武道館のセットリスト2周したんで、2周とちょっとしたんで、クタ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 だよ。うん、そのクタクタです。なんか肉体のクタクタってよりも脳みそが疲れてる気がする、私は。肉体も疲れてます。あ、そうですよね。肉体もさっき毛皮を着てきてるんですけど、タムさん今日毛皮を羽織って寝てたから、クマさんの冬眠みたいになってます。さっきまでクマだった。可愛かった。はい、テーブルの上にバナナも置いてあって。面白いアングルだったんで、私が写真撮っといたんで、後で SNS にアップします。そう、ご飯食べようかなと思って寝てたから、そうって。そう、みんな。そうって、ね。みんな。そうってね。来てました。うん、あ、じゃあこのハラちゃんはこの辺に。あ、でも踏むのか。踏むけど、うん、踏んでいく。あ、じゃあ行ったり来たりする。あ、一回踏めばいいの。あ、そうなんだ。みんなここで演奏するの。私はここにいます。え、その、そのポーズで。あ、え、じゃない方がいい。え、うん、別に。ちょっと面白いなって思って。じゃあ、体育座りとか。あ、なるほど、うん、え、面白い。なんか新しすぎる、うん、どうしたの。いや、なんかタムさんのこのバスドラ、うん、そうそうそう、知らなかったでしょ。見て見て見て。あ、そうそう、新しいバスドラのお花が、お花がついたんです。お花が追加されました。私は昨日突然気づいて、そう、えって言ったら、それだけでなくね、穴の位置もそうそう変わってるんですよ。真ん中からちょっとひょっとこのポジションのようになったからね。はい、伝わった。伝わるといいですね。よし、じゃあ塞がない程度のところに。まあでもマイクのラインの音だから渋い顔をしていますが大丈夫だよっていう感じ。葉月さんとか入ってますか。葉月さんはセンシティブ。そう。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ズボンとはいえど、もうほぼ安心してください。履いてるんですけど。履いてます。はい、履いてます。皆さん履いてるので。あ、そうそう。葉月さんみたいに座る？うん、座って椅子を逆に。これで今みんな入りますか。お、いいですね。こんなことやったことないけど。え、あらちゃんと私は地面タイプで。みんな入ってる。みんなね、家みたい。いや、家みたいなテンションで、家みたいなテンションでうるさいのやります。こういうギャップもね、ギャップなのかな、こう、この地獄とゆるふわをぜひね、ライブでも、実際のライブでも楽しみにしていただきたいのでね、何回も言いますが、2月の17日、8日後に、日本武道館で私たちライブするので、ぜひぜひ遊びに来てください。じゃあ、もう一曲
やらせてもらいます。レッツーゴー。これ見たことある、この演出。確かに見たことある。かわいい黒のけん玉。はい、今日は演奏2曲かなって
やろうかなと思ってたので、ディセンションという曲を今やらせてもらいました。見事大成功、おめでとうございます。こんなゆるいバンドでございます。ぜひぜひ2月17武道館遊びに来てね。バイバーイ。今日はライブありがとうございました。